行こう。ここ緊張しちゃうんだ。一気に抜ければいい。あ、ガイドは私。あいつの運に期待しよう。案内はできるか？はい。川沿いを下流に行けば村です。俺たちには任務がある。マコールまで行けるか？ごめんなさい、わかりません。そうか。だが一人で返すわけにはいかない。一緒に来てもらおう。はい。ここからは俺も前に出る。隣で見せてもらうぞ。さて。さあ。魔法の泉だ。綺麗だな。でも魔法エネルギーを使い続けたらこの泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよそんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく、魔法は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔法エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることか。なあ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか？マテリアの中には古代種の知識が封じ込められている。星の力を自在に操る知識。その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰？科学部門の北条だ。偉大な科学者の仕事を引き継いだ凡人。劣等感の塊だ。さあ、行くぞ。
んだ。下がれ。あっち。お前好みの展開だな。そうでもない。マテリアの守りでな。盗む気なんてないけど絶対に勝つ。説得してみる。いや、極みの彼方。あとは任せろ。よくやった。おいおい待てよ。さっきから聞いてればよ、セフィロスは随分とご立派でいいやつに聞こえるじゃねえか。実際その通りだった。星の敵じゃねえか。悪の塊だろうが。もっと憎くて憎くて怒りが爆発しそうな話をくれよ。ああ、そうだな。リファはここにいてくれ。そんな、私も中へ行く、見たい。一般人立ち入り禁止だ、今日は特にな。でも…お嬢さんを守ってやりな。じゃ。しっかり守ってね。ここは普通に稼働中だよな。地方の旧式マコーロは定率運用に切り替えたはずだが、村の人たち稼働中だってことを知らないよな。神羅らしいやり方だ。そういうところ直した方がいいのに。プレジデントに言ってやれ。異常動作って何だと。マコーロは本来都市開発部門の管轄だが、ここは科学部門に貸し出されている。すごく嫌な予感がする。ここで見たことは他言無用だ。分かってるよ。剣に祈るなら今のうちだ。やったな。なんだここは。ジェノバ。ジェノバって。ホッドから漏れ続けるエアが異常動作の原因だ。クラウド、外のバルブを閉じてこい。了解。
セフィロス。ここにあるのは人工マテリアの生成装置だ。だが北条はこの中に動物を入れ、魔法と共に凝縮した。それが新種のモンスターの正体だ。そして北条が装置に入れたのは動物だけではない。中を見ろ。別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。そして俺たちは村へ戻った。でも、セフィロスは部屋にこもってしまった。その夜はね、ソルジャーたちと食事会だって村長が楽しみにしてたの。それが中止になったからパパにぐちぐち言ってた。んなことより、セフィロスはその後どうした？夜のうちに宿から姿を消した。セフィロスが死んだ屋敷の方へ行ったぞ。声をかけたのに無視してな。プレイにも程がある。マコールの報告もまだだ。一体どうなってる。セフィロスさんならついさっき出て行ったよ。お散歩かしら。ん？セフィロス？おう、彼なら少し前に外へ出て行ったな。死んだ屋敷は村で一番大きな建物で、マコーロより古くからあるの。死んだカンパニーがまだ小さかった頃の研究施設だったんだって。その地代が村の重要な収入だったみたい。屋敷の中を見て回ったけど、セフィロスの姿はなかった。地下室があったんだね。ああ、俺もあの時まで知らなかった。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日、ジェノバを古代種と確認。ムエギル、1977年9月13日、ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバを古代種と確認。ジェノバプロジェクト承認。
セフィロス、何してるんだ。一人にしてくれ。それからセフィロスは地下室にこもりきりになって、何かに取りつかれたみたいに資料を読んでいた。ジェノバ、魔鋼炉の開かずの扉、セフィロスのお母さんの名前、古代種。ああもう考えてたって仕方ないよな。セフィロスと話さなくちゃ。なあクラウド、実に興味深い記録だ。2000年前の地層から発見されたその人は、優美な微笑みをたたえているように見えた。やがて私はその人こそが太古の時を生きたという伝説の古代種だと気づいたのだ。私はその人をジェノバと命名した。やがてジェノバプロジェクトが始まった。プロジェクトの目的は古代種の再生、そして俺が作り出されたジェノバプロジェクトの責任者、天才科学者ガスト博士が俺を作り出したんだ。作り出したって、母に会いに行く。待て待てってセフィロス。あの時、俺が早く意識を取り戻していれば。もしそうだったら、村を守れたかもしれない。いや、どうかな。
生き延びて。おい、おい、大丈夫か。しっかりしろ。よかった、無事か。今運んでやるから。俺はセフィロスを追ってマコーロへと向かった。私はパパと避難してたの。でもパパはセフィロスと話そうとして追いかけて。開けておくれ。よくもパパを、よくも村のみんなを。
ピンチの時に来てくれるって約束したのに。母さん、俺だよ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺、いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう。セフィロス！母さん、また奴らが来たよ。母さんからこの星を奪った。あいつらが。もう悲しまないで、母さん。これからは俺が一緒だからね。母さんも、よくもティファを、村を、故郷を。俺は選ばれし。やがて、星の支配者となる。信頼していたのに。もう俺の知っているセフィロスじゃない。俺の記憶はここで終わりだ。あとは覚えていない。おい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 、英雄セフィロス、訓練中に行方不明。そんなニュースお母さんと見たよ。そして何日か後に実は戦死だったって発表されたよね。うん、そうそう。ニュースを作ってるのはシンラだ。奴らやり放題だからな。信じる方がどうかしてる。はいはい、私信じてましたけど。あれだ、とにかくシンラが全部悪いってこと。5年前の真実はともかく、俺たちはミッドガルでセフィロスと戦ってきた。あいつは生きている。生きているっていうか、いる。どうして今になって現れたんだろう。5年間何をしていたのかな。セフィロスはあの日の続きを始めたんだ。ジェノバと共にこの星を取り戻して支配者になるとかいう計画の続きを。5年ぶりに。ごめんね、しつこくて。でも気になって。ジェノバってのもよくわかんねえな。ごめん。こうや、慣れてなくて疲れちゃった。背中ガチガチ。ちょっと触らせて。
大変。でも、なんとかできるかも。部屋行こ。じゃ、今日はこの辺にしとくか。結局、セフィロスが何してたかなんて俺たちに分かるはずねえしな。この5年間どこで何をしてたのかな。それ私に聞く？何でも知ってるのかなって。知ってたんだと思う。でも取られちゃった。消されちゃった。フィーラーに？多分。私も取られたのかな。何を？私の記憶では5年前クラウドはニブルヘイムに来なかったの。クラウド、起きてる？ごめん、寝てた？いや、何かあったのか？でもクラウドに聞きたいことがあって。少し話さない？ああ。じゃあ場所変えようか。こっちこっち。ティーファは俺が殺したはずだ。ならばあれは誰だ。まったく油断も隙もないな。ミッドガル、あっちかな。あのね、俺も聞きたいことがある。どうぞ。5年前あの日、魔鉱炉の中で俺はティファを見た。深い傷から血が流れ出して、もう手遅れだと思った。私を疑ってるの？あの時とは別人じゃないかって。こんな風に疑われるなんて思ってもいなかった。ねえ見て、ほらあの時の傷。
魔鉱炉で私を助けてくれたのはザンガン先生だった。先生は私を抱えて命がけで川を下った。運ばれた先のお医者さんは徹夜で手術、看護師さんたちはずっと私を見ていてくれた。そういう人たちのおかげで私は生き延びたの。クラウドはどうなの？村を出てから何をしてたの？この5年間は？秘密の多い仕事なんだ。そうでしょうね。ごめん、部屋に戻るね。私たち幼なじみっていうほど仲良しじゃなかったよね。かもな。再会が嬉しくてはしゃぎすぎたかな。揉めたのか？いや、これ以上問題は抱え込みたくねえ。いいな。寝る。夜は必ず明けるさ。